だ。はい、今回も魔界戦記ですがや6をプレイしていきます。前回条件ザミシュアルが肉体を取り戻し、またもや別の世界に逃げたので、もう体がボロボロのジェットも超転生で追ったところだったね。で、いつもだったら育成状況を差し込むところだけど、今回はマジでない。もう育成しょうがない。リーコちゃんもすでにがっつり育てちゃったしね。今回はこのままストーリーを見ていこうか。これまでのディスガイア6、超転生した Z たちを待ち受けていたのは新たな世界だった。そこは摩訶不思議な大冒険ワールド。7つの玉を集めた時、魔王イヴァールが現れて何でも願い事を叶えてくれるという。頼む、俺にケルベロスのやつをぶっ殺す力をくれ。よかろう、その望み叶えてやろう。やったぜ、スーパー Z 人に変身だ。くらえ、これはビーコの分。ギャー、なんで我が輩が。リンネの歯車は回り、そしてまた新たな物語が始まる。Z 様。大丈夫だメロディア、心配すんな。兄たん、メロディアさんと結婚するの？しねえよ、するわけねえだろ。リーコは兄たんとメロディアさんお似合いだと思うんだけどな。まあ、リーコちゃんったらなんていい子なんでしょう。ラララ、一緒にハッピーエンドを目指しましょう。うん、ハッピーエンドか。嬉しいな、そうなるといいな。おい、皆の衆、あれを見るのである。むむむむむ、あれはミシュワルの像ではないか。ここはケルベロスの世界ってわけか。はて、隣の女性は誰でしょうね。奥さんか恋人のように見えますが。この女、見たことがあるぜ。あの時の女だ。私が現世にいられる時間はあとわずか。その前にどうか聞いてください。今からあなたの妹さんを、リーコちゃんを元に戻す方法を教えましょう。うむ、まさか伝説の魔女様と条件者ミシュアルがつながっておったとはな。これは超転生の導きか、はたまたミシュアルの罠か。ふん、何だっていい。俺はケルベロスのやつをぶちのめしてやるだけだ。兄と、第2幕解明編、第4話リンネの工作。ははあ、今度はこの世界でミシュアルの掘り下げをするっぽいな。ミシュアルの行動には不可解な点が多かったし、この世界でいろいろとわかるのかな。かもな。あ、ピオリちゃんに話しかけたら重要そうなこと言ってる。リーコちゃんを救ったのに超転生できるということは、まだ事件は解決してない、だってさ。そうなの？正直、最近、全く超転生のシステムがわからないんだけど。超転生、ふわっとしたままストーリーが進むから、超転生ルールを箇条書きにしてほしくなるよね。海猫の赤文字みたいにバシッと明示してほしいものだな。で、この世界は、平和な世界か。ストーリー見るぞ。皆さん、
ニジレット、ただいま聞き込み調査から帰還いたしました。で、結果はどうじゃった？はい、どうやらこの世界では条件者ミシュアルは英雄扱いされてるみたいです。なんでも荒れ果てた大地と飢えに苦しむこの町の人々を恋人さんと一緒に救ったそうですよ。あのケルベロスが町を救った？信じられねえな。もしかするとこの世界は条件者ミシュアルがおかしくなっちゃう前の世界なのかも。過去への頂点性か。なるほど、ズバリありえるのである。ケルタンの過去の世界、きっとここでとても悲しいことがあったんだね。なもん関係ねえよ。どんなことがあったか知らねえが、いい子を傷つけていい理由にはならねえ。俺は絶対に許さねえからな。同じく我が輩も絶対に許さんぞ。兄さん、魔王様、ビーコのために怒ってくれてるのはよくわかってるの。でもね、やっぱりビーコは兄たんとケロタンと3人で暮らしていた時に戻りたいの。ビーコ、ぬぬ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 、この純真無垢で天使のように優しいビーコちゃんの気持ちを踏みにじるとはやはり許せん。何事なのである？まさか破壊神か？いえ、多数のエネルギー反応を感知、悪魔の来襲です。邪悪な魔力を感じる。お主ら、油断するなよ。うーむ、ビーコちゃんはミシュアルと仲直りしてほしいみたいだが、やっぱ難しいのでは。ミシュアルのせいで、Z 君が何万回死んだのかって話だ。ステージとしては、普通の悪魔が普通に出てくる。まあ普通のステージだね。ディスナイアで、こんな普通のファンタジーものな背景ってだけでも、すごい違和感だけどな。さすが、平和な世界だけある。よし、せっかくだし行け、ビーコちゃん。お前の力を見せてやれ。そうはならんやろ。なっとるやろがい。あれかな、ずっと破壊神状態だったから破壊神パワーがなじんじゃってるのかな。初期レベルも3500と変わったしね。普通のゾンビとは言い張れないレベル。案外爽やかな技を使うな。もっとこう、ねっとりした技を使うのかと。状態異常技を使う敵はねっとりしているという偏見。めちゃくちゃかっこいい。どうしたディスナイア、かっこいいならいいでしょ。いや、4あたりのアホすぎるタワー攻撃や連携攻撃のイメージが強いもので、ああ、いろいろあったんです。いつも飛ばすけどたまに見ると楽しいやつ。やっぱりなくなると寂しいなあ。あのあたり復活してほしいものだ。なんだったんだあの悪魔どもは。あれはこの町を狙っている邪悪な悪魔たちです。あ、あなたはあの石像の。おいお前、ケルベロスのやつはどこだ、教えろ。ん？ケルベロスですか？ここではミシュアルと名乗っているはずなのである。まあ、ミシュアルのお友達でしたか。ふん、あんなやつ友達なもんか。申し遅れましたが、私はリレイザ。
町を救ってくださりありがとうございます。あいにくミシュアルは留守にしています。彼の留守を狙ってまだまだ邪悪な悪魔が押し寄せてくるでしょう。ここは危険です。今のうちにお逃げください。やなこった。ここで何が起きるのか見届けてやる。兄たん、ケロタンのことが気になるの？別に。あいつが俺とビーコを裏切った理由がほんの少しだけ気になるだけだ。やっぱり気になっておるのではないか。うるせえよ。これは予想以上にミシュアルの過去が悲惨で、 Z 君がほたされるパターンのやつだ。大丈夫かな。私は打つ展開が苦手なんだが、イバールに頑張ってもらって打つ要素を緩和してほしいところといったところで、今回はこのあたりで。お疲れした。よければフォローやチャンネル登録よろしく。